お願いセカンドストリート、私を怒って叱って第3弾でございます。この企画も第3弾までやってまいりました。今日も天秤茶が出るかしら。天秤茶出してたっけ私。これそうよ、この前言ってたじゃん。どっちがいいですか。はい、また天秤茶。はい、また天秤茶。はい、また天秤茶。はい、どっちでしょう、こっちでしょう。はい、また天秤茶って言ってたじゃん。では早速始めていきたいなと思います。はい、おう。付き合った人と長く続けようとしたら内面でも外見でもなくエッチな相性で決めてしまいます。そんな不思議な私を叱ってください。私は叱れるけど達也はどっちかというとこういうタイプだもんね。ちょっと待ってエッチな相性を大事にするタイプじゃん。まあ他も大事にするかもしれないけど、あのエッチな相性も大事にするタイプじゃん。私はねもうねそこはね違うと思う。じゃあ言ってください。何ですか、一言で言ってください。もう一言系ですかこれ。あ、何でしょう。この口だの女、この口だの女、もうちょっと中身も見なさい、もうちょっと中身も見なさい。セカストに怒ってカツを入れてほしいです。マジで痩せたいのにダイエット続かないし、なんなら気づいたら食べちゃうんです。本気で痩せたいからカツ入れてほしい。自分の姿を鏡に見てそれが自分が嫌なんだったら痩せる痩せるっていう意思をしっかりちゃんと持ちなさい。痩せる痩せるっていう意思をしっかりちゃんと持ちなさい。ランズ糖質制限、ランズ糖質制限。怒りじゃないじゃん、もうそれアドバイスよ。今年受験生なのにセカストの動画ばかり見てしまって全然勉強できません。カツお願いします。この野郎、ありがとう。この野郎、ありがとう。ありがとうもおかしいだけどね。部活の後輩に約1年間片思いをしてるんですけど、まだ思いを伝えられてません。セカストのお二人にカツを入れていただきたいです。時間の無駄、さっさと告白しな。時間の無駄、さっさと告白しな。はい、当たって砕けの精神。はい、そうです。なんで平気。コンサートあるのにここ最近ずっと食べ物ばっかり食べてるし、吐きそうなくらい胃に入れてすごい後悔して、でもなんか物入れてダメダメな私用にカツをください。きっとよ、あなたは過食症だから病院行った方がいいわよ。まんま自分に語りかけてるのかと思った。自分自身に自分で語りかけてるのかと思った。なんで、あなたもだってなんかグワーッと食べたら3時間後ぐらいにまたそれだそうやってなんかミックスグリルのでかいの食べてる。じゃあカツ入れて。じゃあこの子と私にカツ入れて。小腹が空いたら黙ってキュウリ、小腹が空いたら黙ってキュウリ。それもアドバイスじゃん。あ、そうかそうか。食べるな。我慢しろ。我慢する精神を鍛えろ。我慢する精神を鍛えろ。はじめまして、いつも YouTube 楽しく拝見しています。私は今43歳の女ですが、1ヶ月前から26歳男性とお付き合いしています。自分の年齢や外見のコンプレックスと結婚や恋愛のトラウマで自分に自信が持てずにいつも不安になり、自分から関係をダメにしてきました。過去の恋愛で得たことを教訓に、今回こそ彼と自分を信じていきたいと思っていても、些細な彼の言動をマイナスに捉えてしまっていつもくよくよしています。どうかこんな私にカツを入れてください。全然入ってこなかった。ワンダワンは見えじゃない、くよくよして。なるほどね、分かった。じゃあ彼に自信を持てないんだったら自分に自信を持ちなさい。彼に自信を持てないんだったら自分に自信を持ちなさい。おお、いいこと言う。すぐ異性のこと好きになるのに怒ってほしい。人のことをさ好きになれない人もいるわけじゃない、うん、少子化を救うと思う、こういう人間は。分かってください。まあでも一途ド変態、このド変態が一途にいろ、このド変態が一途にいろ。ちゃんと一人を愛せ。2ヶ月前まで彼氏がいて、私から別れを切り出して友達になってもらったんですけど、別れたのに誰にも取られたくなくて LINE したり遊び行ったり泊まったり行ったりしてつなぎ止めてしまいます。こんなズルズルなーなーな関係になってしまう私を怒ってください。これはマジで面倒くさい女だね。うん、面倒くさいね。ダメダメ、取られたくない。 LINE したりとか遊び行ったりして泊まりに行ったりしてなーなーにしてるわけでしょ。何このしょうもない女。自分をダメな女にしちゃってる。そう、ダメ女ね。うん、ダメ。もう切り出したらそこはもう自分でパンって分かる。まあ友達としているんだったらいいけどね。私もなーなーにしたことあったけども、パンって終わったらパンってした方がいい。パンってした方が楽。感情こもってるね。パッとして楽になりましょう。私生まれてこの方本当にブスで、シンプルにブスに生まれてきた私を叱ってください。このブス。でもこの世にブスっていないから。でも私実はね、あのお会いしたことあるんですよ、この子にね。ああ、次回がなくて、うん、まあでもあれよ、一生懸命ブスを隠そうとしてね、ブスだったわ。嘘です、ごめんね。あ、でも有給ファンでしたから、この子も。あ、ありがとう。ねえブス、達也のことも好きになってよ。ねえブス、達也のことも好きになってよ。達也のことも好きだけど次回言ってんでしょう。あ、そうだったもん。
私よく週1で都内に行ったり月1でライブに行ったりしてバイトのお給料を全て使ってしまい付け払いにしてたカラコン代だったりお洋服代が払えなくて親に払っといてもらうことが多いです。貯金もゼロです。良くないことなのかなのは分かっているのですが親に甘えてる自分がいます。今年高校3年生になるのに親に甘えて金遣いの荒い生活をしている私は叱ってほしいです。はい、使うなセカンドストリートのお金を、使うなセカンドストリートのお金を確かに親はだって高校のお金とかもいろいろ払ってるからそれプラスあなたの遊び代だったりね、うん、逆に一つぐらいプレゼント買ってあげるぐらいの気持ちでいかないと。私あんたにプレゼントもらったことないけど。はい、次行きましょう怒ってください。男の人に夜誘われると必要とされてるみたいで嬉しくて他の方についていってしまいます、うん、ダメだと分かってるしやめなきゃと思ってるんですけどお願いします。改めたいです。結婚する前までとか本当に好きな人ができるまで遊ぶべきだと思うんです。本当にそうで、遊べなかった人が後から浮気とかしちゃうんですよ。浮気してた人って、うん、結構案外後からちゃんと一途になる人って少ないかも。少ないね、ゴキブリだからそんな女にならないようにしてください。そんな女にならないようにしてください。自分に失敗ばかりして何回も叱られます。どうしたらうまくいきますか。カツお願いします。多分聞いてないんだと思うよ。多分聞いてないんだと思うよ。右から左に流しちゃってんだって。反省してないだけだと思う。これはだから多分これも聞いてねえもん。絶対カツ入れてくださいって言ってっけど、こんなに怖がる。こんなにそれですよ。普段こんな怒んないけど怒んないといけないわけでしょ。あたしちゃん分かった。あたしちゃんこの子怒ってる人に叱りたい。叱り方が多分下手くそなのよ。だってさ、おいブスって言うのとさ、いやあなたこことこことここ直した方がいいんじゃない、あとここもとかそういった方がまだ楽なんじゃない。あ、なるほど。でちゃんと明白にね。そう、明白。なんでわしの顔面でやったのか分かんないから。いや、例えばの話です。例えばの話。フォーエグザンポーで、保育士になりたくて保育の短大に進んだのですが一教科落としてしまい半年また通わなければなりません。カツを入れてください。勉強勉強って言いたくないですよねっていう話ですよね。YouTube のコメント、そして Twitter のフォローとインスタのファンもよろしくお願いいたします。で、もしこれがね、好評でしたらまた4段もやっていきたいなと、4段、5段ってやっていきたいなと思いますので、引き続きだからもう DM の方には全然送っていただいてもいいんじゃないかなと。募集した時にまたぜひどんどん送ってくれたらなと思います。はい、私一生懸命ダイエットしてるとずっと、いやー、バカ、この間ガストでバカ食いしてたら3時間後にね、お肉だもん。3時間後にお肉だもん。いいや、フライも入ってたね。あれはフライも入ってた。ポテトフライもバカ食いしてたし。はい、それでは皆さんごきげんよう。